はい、皆さんこんこににちは歴戦の赤木です、えー、それでは私の方から約45分ぐらいね、えー、ガイダンスの方を始めていきたいなというふうに思っておりますけれども、まあ、今日のテーマなんですけども、えー、1.5年コース のまあ全貌大公開というね、えー、こういうタイトルであるんですけどもイメージとしては、まあ、秋口から勉強を始めてで今春から勉強している人に追いつくっていうね、えー、そういうふうなまあカリフラムになります1.5年ですのでね普通のまあコースはこれ2年でやってるんですけれども、まあ、1.5年でえ春生の方に追いついていくというね、えー、そういうふうなまあ感じのえーコースのお話を中心にやっていくという感じになりますがただやるべき内容はね春生だろうと秋生だろうと大して変わりませんので、まあ、まずやるべき内容というのをねまず冒頭の2 3 0分ほど お話しした上でで、えー、そこから追いつくためにじゃあどういうふうなねスケジューリング感とかでやっていたらいいかとかね、えー、そういうのをまあ後半にお話しするという感じにしたいなとは思っておりますはい、えー、まずですけれどもね、えー、1.5年だろうと2年だろうとやるべきことは変わらないというね、えー、そういうところでまず1ページ目お手元のレジュメですねこちらをちょっとご覧いただけたらと思うんですがえっ、ー、とまず目標にするべきね、えー、お尻のところですけれどもまあ今年の春生と同じ目標を設定させてもらってます2021の予備試験ですのでまあ実質は あととねね年9ヶ月先という、ね、そんな感じですけれどもそれか2020年の兄弟ローということで来年のもう秋口ですね1年23か月しかないというねえそんな感じのところではあるんですが、まあ、そこを一応目標にした一応コース設定というかね、えー、クラス設定になっているぞとこう思ってくださいでこれらのまあ試験共通で大事になってくるのはやっぱ論文でね、えー、いかに論文をまあ実力高めていくかというところは非常に大事なのかなとで、えー、ことわざでもありますけどもね、えー、ことわざはちょっとね、えー、ローマは一日ならずというそのことわざでい ですけどもまあこれ論文にも文字ることができましてね、えー、論文も一日ならずっていうね、えー、そういう言い方ができますなのでこの論文力というのをねさあ入門終わった後からね一生懸命作ればいいやこれでは間に合いませんねえー、これはもう1年目のね、えー、入門講座の中から論文対策というのを意識してねえー、すえー、濃くねえー、長くやっていただくというのが一番望ましいのかなというふうに思っていますまあそういうことで私の入門講座ですねええー、非常に論文対策を意識したというね、えー、こういう内容になってまして 1>, で1回目から論文の考え方ですよね、えー、論文での問題の考え方ですよね、えー、これを、まあ、紹介していくという感じになります。で、現状の論文試験は、ほぼ事例問題になっておりますんでね、えー、事例の、まあ、しかも未知の問題ですね、これが出てきます、これをどういうアプローチで解いていくかということについては、そこに書いての通りですね、えー、当事者目線、ジョブ・導ドシークということで、僕のパンフレットを見るとね、だいたいこの2文字ですね、えー、この2つの言葉は出てるかなという感じはするんですけれども、この当事者目線 ジョブ主義って一体何なのかっいうともう少しね噛み砕いて言うとこれは弁護士の目線とも手伝えたら結構です。であの弁護士が仕事をする時にね、えー、目の前に相談者困ったことをね、えーそのえー、と抱えて相談に来る方がいるんですけれども実はこういうことがあってこういうことがあってこういうことがあってってね相談聞くんですけれども弁護士サイドとしてはどういうふうに考えるかっていうとまず相談者の立場で。 条文から考えたら何ができるかですね。まあ別の言い方ちうかもう少しね、考え方違いますけれどもね、当事者からすると何がしたいかね、こっからアプローチするんですね。必ずその 困ってる人っていうのはこうしてほしいという要望が絶対あるはずなんで当事者の立場でまずしてほしいことしたいことっていうのを考えるんですねでそのしてほしいことしたいことができるかどうかは法律家の世界では条文が命ということになりますので当事者の立場で条文に基づいて考えるこれが弁護士に必須の力にはなってくるんですねでそれがそのまんま 試験にスライドすると論文問題が解けるというね、そういう感じになってくるので、まあ皆さんは、まあちょっとね、えー、将来、まあ弁護士になるのか裁判官になるのかそこまでまだ決めてないっていうね、そういう方も多いかもしれませんけれども、少なくとも事例問題解くというね、そういう観点からすると、弁護士目線でのアプローチっていうのはものすごくね、有力な武器になってきまして、これを身につけてる身につけてないで、事例問題へのね、アプローチの知らせがもう全く変わってくるね、そんな感じだと思ってください。で、当事者の立場で言いたいことを考えるね、ね え、やってほしいこと考える。ね、どうしたいかっていうのを考えると。で、それができるかどうかが、まあ考える手がかりが条文ということになると思ってください。まあ、このあたりね、えー、まあ、あの、弁護士と役ザの違いっては怒られますけどもね。えー、ヤ役ザさんになってくると、条文上できるかどうか関係ないっていね、そんな話になってきますけども、まあ、そこはさすがに法律家ですのでね、えー、条文上書いてないことはできないと。ね、相手がお金返さない。てかね、相手をとっちめてやるとかね、これはちょっと条文上書いてないので無理ですよ、ということになりますけれども、まあ、法律家であれば、まあ、条文上何が考えられるかっては、っ貸金の返還請求考え っていうねえー、そういうことで貸金請求、まあ、そういったことで、えー、できるかどうかいうのを考えていく、まあ、そういったアプローチになっていくよと、ね、当事者の言いたいことがまずあってで、それができるかどうかは条文に書いてあるぞと、こういう発想で、ね、見ていくと、まあ、7科目全部共通ですので、ねえー、そういう発想でやっていくというのが望ましいのかなというふうに考えております。はい ただ、まあ、そこの、えー、と当事者の目線で、えー、考える、ねえー、条文を覚えていくというそういうことがまあ必要になってくるんですけれども、えー、現状の合格ラインというのも知っておいてください、えー、その下、ですね出題形式未知の事例問題と書いてますけれども、えー、合格ラインというのは実はそれほど高くはないというふうに思っておった方がいいですね、えー、一応の水準と言われてまして、えー、試験の、まあ、一応受けた方の答案を4分類すると言われております。 一番上が優秀ラインですが、ほとんどいないと思っていただいて結構です。優秀ラインというのは、得点率が8割近くね、それを超えているものを優秀ライン言っていきますけれども、論文で8割超えるとね、ある意味野球でホームラン打つみたいな、そんな感じですので、はっきり言って無理に近いと思っていただいて結構です。なので、それは狙わない方が最初はいいですね。そ、えー、それよりもその もう一個下が良好と言われています、6割以上の得点率になってくると、この良好ですね、約6割以上ですね、えー、これが良好ラインで、この良好ラインを全科目を揃えたら、間違いなく超合意合格っていうね、超上位合格か、えー、そうなってくるんですけれども、そこもまあ、理想的にはそこにたどり着けたらいいなというふうには思っていただいたらいいですけれども、それもまあ、現実ラインとしては上位2割とかね、それぐらいの人しか6割以上は取れません。 なのでどのあたりが合格ラインかというとその下で一応の水準と言われておりますで一応の水準は21点以上つまり4割以上ですねそれ以上の得点を一応の水準と言っていくんですがここにほとんどの受験生が入りますただ器用に一応の水準の21点ばっかりとってもこれは合格しません一応目標としては25点あたりと言われてましてね25点を全科目を揃えればおおむね合格ラインとこう思ってくださいまあそうは言ってもね ある科目は21点ある科目は28点とかなってね平均するとだいたい25点ぐらいに落ち着いてるっていうのがまあ合格ラインのね、えー、目安まあ一応現実的な目安になるんですけれどもとりあえず目指すべきは一応の水準をコンスタントに取るというね、えー、これをまずは目標にしていってくださいなのでどの科目でも完璧に答えることが大事なんだとこうは思わないでくださいね完璧に答えきる人なんてまずいないんでね、えー、なので ある程度若干のミスは仕方がないけれども最低限のところは落とさないで全科目ちゃんと考えれるというねここが非常に大事になると思ってくださいでこの21を切ると挽回大変です1科目でも例えば15点とか取ってしまうとねそれをカバーしようと思うと他の科目でやっぱりね30点35点取らないと平均で25点に届かないねそういうことになってくるんでこれ1科目でもやっぱり大きく沈むと大変なんでとにかく沈まないラインをまずは ちゃんと持っておくとで、そこから上積み上積みというね、えー、そういう感じでやってってください最低ラインをまず確保するその上でちょっとずつちょっとずつ積み上げる積み上げる積み上げるって、ねえー、そういう感じでやっていくというのがね現実的なラインなのかなというふうに思っておりますはい。で、だいたいねこれね当事者目線で言い換えると一応の水準ちゅうのは当事者が言うべきことを最低限検討できているこのラインです当事者であれば必ず言うであろうことについて 最低限検討できてるもうこの辺りで一応の水準は超えてきますんでね、えー、なのであんまり高いラインじゃないぞとむしろそれすら思い浮かばないのははっきり言ってね勉強の仕方が間違ってるっちゅうね、えー、そんな感じでもあるのかなというね当事者目線がない方とかね、えー、非常に多かったりするんですけれどもこれがないと一応ラインを しまうね、そういうリスクが出てきますが当事者であれば言うはずのことをちゃんと要件検討できているというふうになるともうこれで合格ラインに、ね、かなり近づいてくるとこう思ってくださいただもちろん、ね、言うべきことは触れられているけどもね間違ったことばっかり書いてたらそれはもちろん手にはならないですけども一応その、ね、言うべきことについて触れられている。で 基礎知識は間違ってないというね、えー。そういうふうな状態まで持っていくというのをね、えー、最低限のラインというふうに持っとってください。はい。えー、そういうことで、まあ一応法律論文のまとめですね、えー。一応現状の司法試験、予備試験、それから兄弟論もそうですけども、求められているのは条文使いこなして紛争を解決する。ね。この使いこなすっていうのは当事者の立場でと思ってください。ね、えー。当事者の立場で条文使いこなせる。で、まずは原告になる側の言い分を聞いてみる。まあ弁護士だったら目の前の依頼者の言い分、これが通るかどうか。 どうかはまず考える相手があるんでね紛争はこの次に考えることはっていうと実は相手の反論を考えるというね、えー、そういう感じになってくるんですけれども相手の立場でも言いたいことや反論を考えてみてで最後答えを出すこれが法律論文だと思ってくださいなので条文使いこなし原告目線だけで使いこなしてもあかんのね相手目線でも使えるというね、えー、目線を動かしながら使えるというふうなところが必要にはなってくるぞと。 まあ、こんなね、理解をしていただければいいかなと思いますが、まあ、私の入門講座ね、一回まあ、お試しで聞いていただくと大体わかりますけども、まずは原告の言いたいことを考えて、で、その要件どうかな、次、被告の反論どうかな、で、その反論の要件どうかなとかね、そんな感じの順番で検討していってるってね、それが入門講座でだったりするんですけれども、まあ、それを一年間やってたらいつの間にか習得してるとうね、そういう状態にはなってるんじゃないかなというね、そういう気はしております。はい。 えー、もう少しちょっと噛み砕きましょうか。事例の紛争を解決するためにいるものは何かっていうと、まずは事例把握力と書いてますが、これ言い換えると日本語読解力ですね。えー、日本語読解力はまあ、おおむね大学生レベルだったら大丈夫だろうというふうには思っておりますね、えー。高校生、高校2、3年生の国語力があればまあ大丈夫かなっていうね、えー、今なんか高校生でもね、予備試験合格するというふうになってるんでね。えー、その意味ではまあ、高校生レベルのね、えー、読解力があればまあ大丈夫というね、えー、そんな感じで思ってください。なので、一つ目の事例把握力というのはまあ、ほとんどの人 ももうう持っっててているという前提ででで考えてもらって結構ですでそこからです法的思考力条文についての基礎知識をまずは持っていることでそこから考えられていることというね、えー、例えば条文今回の問題であれば例えばですけどもね、えー、民法95条の問題だとなれば95条の錯誤とはこういうことを言うとかね、えー、そういうふうな最低限の知識というのをまずは持った上でそれを 当てはめできること本件の具体的な事例でいけばこの事実からすると錯誤があると言えるとかね、えー、そういうふうにちゃんと基礎知識を持って事例に当てはめができるこれが法的思考力というふうに思ってください。で何もかんでもねやっていくとこう大変なんでね、えー、この法的思考力法的な知識ですが最低限です。これで、ね、民法の問題1,050条条文あります。 1050条の条文の概説書がどんだけあるかというと、おそらくですけどもね、えー、判,例判例ロ法じゃないな、えーとえー、民法のね、えー、ものすごく古いね、えー、民法注釈民法というのがあるんですけども、注釈民法は民法1から民法26までありましてね、これぐらいになるんでね、えー、これを覚えるというのは絶対無理ですからね、これを圧縮して、 テキストだったら、これぐらいの、ね、え、ちょうど、ま、これぐらいの分量かな。え、それぐらいに圧縮して、それで、それを、ま、マスターしていくという感じですね。え、でもかんでも、こう、細かいものまでね、言っていくと非常に大変なので、ここは最低限に絞るというね、その意識を持ってやっていってください。で、それをまずマスターして、事例で使えるというね、え、こういうふうにしていこうと思ってください。で、もちろんね、知らないことも聞かれるので、応用力、これも要りますね。え、全く考えたこともない問題、考えたこともない条文、これで、 考えなさいっていうふうに言われることもあるんですけどもそれもある程度基礎があれば応用真似です基礎があればある程度それを応用するっていうのはイコール真似るっていうねそういうことなんですけれども基本的なそのスキルをまあ真似るで大体いい最初の方は私講師ね、えー、その講師の考え方なんかを真似ていくというねそんな中で応用力もおのずとついていくと思いますんでねまずは基礎的な最低限の知識を確立するとここを最優先にしておいてください。であとは 書く力下2つね「えー、文章力」と「自己統制力」と書いてありますけれども文章力はまあ 大体書いていくにつれて上がっていきますんでね。えー、論文書いたことないよっちいう方も大丈夫です。ね。えー、これはもう2年間やる中で、だんだんとね、えー、自然と身についていくし、意識的にやる方法ももう一個ありまして、ツイッター中方法がありますんでね。えー、ツイッター中方法で140字にまとめるとかね、結構大変ですね。えー、一つの問題点にして140字にまとめるとかね、これだけでも相当文章力つきますんでね。この文章力、鍛えるというのはこれ、コンパクトにですね、説明するっていうことにはなってくるんですけれども、えー、主語、述語、目的語、ね、これが日本語の柱なわけで、ね この主語,語目的語これをまず外さずに的確に文章を作れるってね、えー、そうなっていくと非常に文章力もどん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 スキルがね上がっていくんじゃないかと思います。あのー、要はは就職ととかをまずは基本的に削ぎ落として 骨組みにしてみるっちゅうね。えー、そんな感じでこう文章を作っていくと、かなりね、えー、スキルが上がっていくというね、そういう感じになります。変な就職がいっぱい入れるからや、やこしくなるんでね。えー、そういうのを削ぎ落としていくと、意外にね、文章力は上がっていくぞと、こう思ってください。はい。えー、逆説の発想ですね。えー、文章力ね、なんかこう、いろんな就職があって、かっこいい文章が書きたいと思わない方がいいですね。えー、誰々がこうした。誰々がいざをこうした。でね。えー、そういうのをもう、ちゃんとね、重ねていく。いうので、文章は出来上がりますんで、もうそれで、え、大丈夫だよと、こう思ってください。はい。 あと自分のまあ統制というのもちゃんととってください、えー、僕自身も、えー、過去に、えー、受験した時に記憶がありますけれども、ねえーまあ、大学受験の話で恐縮ですけどね大学受験の数学で目の前の問題を見てさっぱり分かなくてパニックに陥ったっていうね、えー、そういうことが私自身も経験ありますけれども皆さんもおそらく司法試験の問題を見て何じゃこれってねそういう問題ぶち当たると思いますがそういう時こそ自分をコントロールしてください自分がそんだけ勉強してきてパニックになってるイコール 他の人ももっとパニックになってるというねそういう可能性があるわけでそう思うと気持ち少し楽になりますいいですかね、えー、他の人もきっと困ってるはずだと自分だけじゃないじゃあどうするか論文に必要な力って何だったっけってそこに帰ると当事者目線の条文主導主義に行くわけでね当事者だったら何言いたいでそれが条文上できるかどうかとそんな発想でいけばいつの間にか知らないけれどもね勝手に浮かび上がってると。 他の人はねその分からない、分からないというところでねぐるぐるぐぐるぐる泥沼を張っているというね、えー、そういうい状態かもしれませんけどもそうやっていつもの通りの発想に立ち返るという風な力があればいつの間にか浮上していると。 いいいう風にななってるんじゃないかなと思いますあとはね、これ逆に怖いのはね、お俺ひらめいた天才というふうなね、えー、そんな時ですね、えー、そういう時、大体ね、神が降りてきたか、邪真が降りてきたかね、結構半々だったりしますけれども、まあ、写真が降りてきた可能性もありますんで、そこはね、ちょっと落ち着けと、本当にこれで合ってるかね、えー、心配であれば、そこはね、えー、ちょっとこう、前のみりにならないとかね、えー、それぐらいのまあ統制力もあってもいいかもしれませんけども、要はね、この自己統制力って感情のコントロールです。 やばいやばいやばいっていうねそういう状態のコントロールであるとかいけるぜよと、ね、いうふうな時のコントロールですねこの2つはちょっとね、えー、やはり受験においてはマイナスに響くね、えー、ことがありますのでそこをうまく感情としてはプラマイゼロあたりに持っていけるようなそういう努力をね、えー、できる限りまあこれも訓練ある中で積み上がっていくと。 こう思っとってください。まあ、あの、入門講座の中でもね、た、え、ぶ、ー、何回も言うことあると思います。で、ね、えー、みんなが困ってるんだよとかね、えー、そんな話は多分ね、えー、言うことになると思いますんで、まあ、そのあたりのね、思考っていうのは多分だんだんとね、えー、皆さん、えー、僕に洗脳されていくんじゃないかなというね、えー、そういう気はしております。はい。えー、続きまして、ま、2ページ目に入っていきますけれども、まあ、僕のクラスの特徴、魅力というかね、1.5年コースだろうと2年コースだろうと共通のお話が2番のところに書いてあります。ま、カッコの1番、どちらにせよ1年目を大事にしてるね、入門講座 ものすごく重視しております、まあ、2年目以降の講座も私担当してますけれどもね、えー、入門の実力がある程度あるという前提でやはり2年目講座を運営してるんでね、えー、その意味で1年目の内容というのをね、しっかりと復習でしながらですね、身につけてほしいなというふうに思っております。まあ、なぜ1年目を重視するかということではあるんですけれども、えー、緊張感でいくと、試験直前に比べるとまだ心理的余裕あります、1年目はね。えー、さらに白紙の状態で まあ、望むというね、えー、ある意味もうね、初めて法律勉強するという状態であれば、水を、えー、スポンジが水を吸うように、吸い込むようにね、えー、いろんな新しい知識がスーッと入ってくるのが1年目です。これが2年目以降になると、いろんな雑学的な知識がね、邪魔して入りにくくなっておりますんでね、えー、これはもう1年目がインプットに一番適したね、えー、そういう時期だと思ってください。で、なおさら、こういう図を書くと、納得いただけるだろうと思いますが、1年目で、 大事なところはいここ勉強開始からの経過年数と思ってくださいで合格ラインを Y 軸に置いときましょうか、はい、合格ラインにとりあえず2年で行くという過程だとしてさあここに行くために皆さんどういう描き方をイメージするかですね 一直線で上がっていくっちゅうのイメージするかもしれませんがこれは現実ライン無理です私はスローサーダだからここから行って最後にぐグ,グッと行くんだこれもっと無理なんでか一年目で見ましょうか一年目でほとんど知識の入ってない状態で論文の問題解けるようになると思います 一年目であんまり知識入ってない状態だったらもう一回一年目の復習しなきゃしゃーなくなりますよね。そうなると一年目である程度の基礎知識入った人は一年目の復習やらなくてもいい時間どんどん新しい問題解けていけるに対して新しい問題解くよりも一年目の復習が優先になってしまうのが下の方です。どんどん差が開くっちゅうのがね現実問題です。大体こういう人はこうなっていきます。これが要は。 昔言うベテというベテラン受験生というね、えー、そういうふうに言っていたりすることがあるんですけども、まあ、これですね、大体1年目でサボってたやつですね、えー、そういうのがまあ多かったですあるいは勉強の方法がもうとんちんかんだったというね、えー、こういうふうな人は大体、いつまでたっても合格ね、えー遠まあ、行く人もいるかもしれませんけども、非常に遠いと、でやはり現実ラインとしては、こういう人の方が受かりやすいです、2年で合格しようと思うと、1年でかなりの高いラインに行ってると。 こういう人はもう2年目以降ほぼ確実に行ってるかなと。でだいたいそういう方ってあの私のクラスのね、えー、受講生さんでも。 時々とか、ね、毎年出てますけれどもね、えー、入門を受けただけで予備試験の担当を通っちゃったとっいうねこのラインに行きますね、えー、1年目でやっぱりある程度しっかりね論文対策のところしか、まあ、一応入門ではほとんどやりませんけれども入門でやった論文対策のところをがっちりとね固めてるとそういう人は1年目からもう担当も突破しやすいというね、えー、そんな状態にもなってますしやはり早くもう2年目でもう合格しちゃってるっていうね、えー、そういう人がやっぱり出てくるね、えー、やはり1年目でどこまで高いレベルに持っていけるかこれが鍵だと なので1年目でかなり大事にねいろんなこう、ね、皆さんに情報を提供していくとそんな感じになると思っておいてください。ほ、まあ、他の予備校に比べるとものすごく濃い、ねえー、内容になっているんじゃないかなという、ねえー、そういう感じがします、はい。ということでイメージとしてはこの上の合格ラインに行く道筋ですよね、えー、これをまあイメージしながら、ね、勉強するようにしていってください。なので1年目は重視する はい、じゃあどうしたら1年目重視できるかということでインプットでやっぱり差がつきますでこのインプット入門講座がねインプットというところに対応してくるんですけれどもここでは何をするのかというと解くためにインプットするといいうその意識を持ってください、ね、問題解くためにインプットするんだ論文解くためにインプットするんだっていうねその心遣いというか意識づけですねこれを常々持ってやっていってくださいねえ野球の トレーニングする上でもですね、えー、単に万全と素振りするでは全くダメでね、えー、ちゃんと苦手なインコースを打てるようにするために素振りをするんだとかね、えー、ちゃんと目的意識を持ってやらないとインプットははっきり言ってね、えー、全く身につかないっていうね、えー、こういう感じです。まあインプットを野球に例えると素振りみたいなもんっていうね、えー、そういうふうに思っていただいたらいいですけども、これも論文解くんだという意識でインプットしていかないと、論文で使えるようなインプットにはなってこないですね。えー、ここはすごくね、大事なところで、じゃあ論文解くためにじゃあ何がいるかっいうと、またさっきの話戻りますけど 事例基づいて当事者の立場で条文から考えるというねこの当たり前の思考というのをずっとやり続けるっていうねこれが 論文解くためのインプットというね、えー、そういう感じで1年間これをぜひともね、継続してほしいなというふうに思います。まあ私の講義の中では本当にたくさんの事例が出てきますんでね、えー、その事例の中で原告だったらどう言いたいかな、被告どんな反応するかなとかね、えー、そういうのをこうね、立場解説条文解説ね、まあいろいろやっていくという感じになるんですけれども、まあこれがやっぱりね、えー、できるかどうかで1年目のね、伸びっていうのが全然違ってくるね、えー、そういう感じだと思ってください。で、 予習はいらないので復習だけしっかりとやっとってくださいね。復習、まあ回数多いほどいいかなというね。えー、できたらまあ2週で3、4回中のおすすめしてはいるんですけれども、まあこれは2年コース向けの、えー、復習の感じになるかなというね。えー、2年コースの方だと、まあ週に2コマですね。えー、これをやっていただければいいということで、えー、今日ライブで7月15ですが、基本日曜日に1回という感じで進んでいきまして、はい、えー、まあ民法21、22をやってますが、 はいえー、ライブクラスの進行はだいたいこんな感じで進んでいきます。今民法やっておりますが次、商法に入っていくんですけれども、はいえー、この1週間の間に、まあ、春生の方は前の回を2回ですねこれは絶対入れてねというふうに言っております。 復習の回回回数最低2回余力があれば3回目やってていいただいても結構ですもちろん3回4回、ね、やっていただいても結構ですが復習の仕方ってどうするかまあ基本テキストの大事なところにチェックを入れていきますんでそのチェックを読み直す納得し直すこれ大事なのは暗記し直すじゃなくて納得し直すところね、えー、必ず法律学には理由理屈があるんでねその理屈を抑える。 とといいう風にしていくと忘れた時にもその理屈を思い出したらあこういう理屈だからこうだったんだというねそこが思い出しやすくなるんでそこは納得する理屈なんでというねそれをちゃんと納得しながら進めていくという風にやっていただくとここは飲み込みも早い、ねえー、思い出しも早くなる、ねえー、忘れた時にも、ねえー、非常に対処しやすくなるという異常なメリットがありますのでこれ少なくとも週、ね、週に2週じゃない次の講義までに2回の復習は確実に入れると。 これは1.5年だろうと2年だろうと共通でね、絶対にこれはね、えー、入れといてほしいというふうに思っているところではあるんですけれども、可能であれば、前の回の復習もこの間に入れると。はいえー、例えばですけれども、えー、7月21の講義の後 民法23 24ここをやりますけれどもこの復習だけじゃなくて前の週にやった内容もここに12回入れるとこうすると1つの箇所を23回目に着目しましょうかここで2回翌週も12回2週で34回これこういう形ですね。 ずっと重なっていくんですけれども2週で34回やってみてください、そこまでいくとかなり頭には定着しているだろうとただし、これは2年コースの方はこの復習時間確保できるかもしれませんけれどもこれ1.5年コースになるともう少しね 追いつかなきゃいけないための勉強というのが入ってくるのでちょっとここは2週に4回というのは多分現実的には難しくなるので2週に3回が多分ね限界になるのかなというそういう気はしていますけれどもえーとりあえずまあ復習回数ねえできるだけ多く確保するというねえそういう意識づけをできたら持っていただけたらなというふうには思っておりますまあ少なくともテキストの読み直しテキストの納得のし直しですねえ読んで納得する読んで納得するっていうねえそういう作業を繰り返しやるでかつです 事例問題がたくさんテキストには載ってる、ねえー、講義の中では事例をもとに皆さんに問題を解く感覚で考えていただいてますので実際に余力があればでいいですがテキストに出てきた事例で原告だったらどうする被告はどう反論するこれを練習でやってみるというのはありです、ねえー、原告だったらまずどんな請求するかなでその要件揃ってるかどうか次被告の反論どんなものを言うかな その要件揃っているかなというね、えー、これ事例問題をもとに、まあ、これ判例をもとにやっていただいても結構ですが判例の事案を見てあ原告はこういう主張する次被告こういう反論するね、えー、その主張反論を組んでみるというね、えー、そういう練習っていうのも非常に有意義ですのでできたらね、えー、やってみてもらえたらなとはい。 ということで、まあ、インプットですね。えー、そこは、復習が非常に大事よっちゅうね、えー。そこをまあ申し上げておりますけれどもね、えー。できる限りこれ2週に4回3回かな。えー、それは最低限という形でね、えー、できるだけやってもらえたらなというふうに思ってますが、できる限りこれね、講義から早い方がいいですからね。えー、講義の5日後に復習箇所がほとんど忘れてるんでね、えー。人間の忘却曲線っていうのがありましてね。えー、人間の忘却曲線で聞いた内容、1日経ったら、実は半分ぐらい忘れてるっちゅうね。それが経ってるんで、できる限り復習は1日、 置かずに着手はしてください1日置かずに着手は始めて、まあ、近いうちに復習2回はやっておこうという感じにすると忘れにくく、ね、体質がなっていくと思います。はい、傍、え、着、ー、曲線ありますのでもう絶対ちょっと避けてほしいのは3日後に着手とかこれ遅いです。ねえー、復習1回目の復習はできたらまあ翌日 遅くとも翌々日には着手するっちゅうねそれぐらいしとかないと講義の、ね、印象が薄れた状態で望、ね、むことになりますんで、まあ、ちょっとここはもったいないなという感じになっちゃいます。はい、あとインプットのところで若干言い漏らしましたが3行目の「末条文」と書いておきました。 復習するときにめんどくさがって条文引かない人はやっぱりいますね。えー、例年ですけれども、条文めんどくさがってもうテキスト読み出しだけしてるっちゅうね、えー。そういう人がいるんですが、そういう人向けにね、えー、ちょっとお勧すすめしたいのは、条文、条文のニアピンゲームっていうのをね、ちょっとお勧すすめしたいね。えー、条文で、えー、精度を聞いて何条とかね、えー、そういうのがこう出てくるようになるといいなということで、まあ私今年からね、えー、加害ゼミというのをね、ちょっと復活させる形にしまして、えー、と、まあ大体ですけれども、えー、3、4週に1回ぐらいかな、3週に1回ぐらいのね、そんなペースで、えー とりあえず、えっ、ー、と、問題を解く、まあ、その、えー、講座っていうかね、えー、問題、講座ってちょっと変だな、えー、入門講座終わった後、ライブクラスの方限定ですけどもね、えー、ライブクラスの方限定で、えー、とりあえず、課外ゼミと言いまして、問題をね、皆さんに配布して、それをちょっとね、解いてもらうみたいなね、えー、そういうのをちょっとやっております。まあ、その中に、条文ニアピンゲーム中のね、入れておりますね、ゲーム言うほどではないですけどね、えー、条文のニアピン練習ということで、えー、精度を見て、 何条とかね、えー、そういうのをちょっとまあ大事な条文についてはね、えー、ちょっと訓練として、えー、皆さんに提供しておりますけれどもまあよかったらこれね自発的に条文のニアピンやってみるといいかなと思います作語だったら95とかね、えー、そういったあたりの話ね同時履行の公弁533とかね、えー、そういうのまあ大事な条文はピンポイントでねいけると理想ではありますがまあ、最初はいいです5条 の以内ですね、そのズレだったら OK という感じでしょてもらったら結構なのでとにかくまあ条文に早く、ね、アクセスできるようにしてもらうというのは大事かなとは思っております、はいで。入門講座でこういったインプットを、ね、中心にやってもらいますけれどもアウトプットも意識的に、まあ、できたら、ね、いいかなと思います。で講座の中では論文基礎力養成等連 略して論基礎と言ってきますけれども、えー、これをアウトプットの方でね、えー、皆さん訓練できたら積んでもらえたらとは思っております。えー、これですね入門講座はえと民法から5月始まって7月に終わるというねそんな感じのライブでやってるんですけどもアウトプットは8月から始まるっていうねそんな感じです7月末からかな、えー、7月末からえアウトプット論文規則寄せとに始まりまして入門が終わった翌月ぐらいから こののアウトトプットの講座が始まりまりすで例年ですけれども、このアウトプット講座ですね、えー、結構サボる人が多いね、えー、そんなことでもったいないなという、ね、感じは、個人的には思ってるね、えー、ところであります、えー。このアウトプットっていうのは結局何なのかと、問題解く、そういう講座です。で、実際にその問題を事前に皆さんに配布して、それを解いてきてもらって、でそれを解説するみたいなね、えー、そんな感じの講座になってますんで、できる限りね、えー、このアウトプットの訓練というのは、1年目からね、やってほしいなと。で、その論文出力、養成討練は、 1>, 1時間で答案書くというそういう訓練も、ねえー、入っておりますので、まあ、できる限りこれは、ねえー、使っていただけたらなと、まあ、採点者のうんぬんという問題がいろいろありますけれども、まあ、それは置いといてとりあえず、ねえー、書く訓練という、ねえー、それをやっぱり、ね、1年目からせっかくなんでやってほしいです、まあ、私の講座自身がその論文を解くためにインプットというのを非常に重視しているので、ね、実際に論文を書くという機会ですねこれは最大限活用してほしいなというふうには思っております、はいまあ、せっかく、ねえー、論文の問題 ですねえー、解いていくということで、えー、実践した、ねえー、その前の、ねえー、ページでやりましたが5つの力って、ね、事例把握とか法的思考とか応用力とか文章力とかありますけどねこれを試すのに格好の機会なんでね、えー、そういった、まあ、実力、えー、力ですよねこれを、まあ、一応ね、えー、法的思考力以外の4つの力もここで培っていただくという感じにしてもらえたらとは思っております。はい、でアウトプットで大事になってくるのは、ね、これ何かと言いますと間違ったところを中心に復習するとそんな感じになります。 分からなかったところ間違っったたととこころろを中心に復習してください、えー、分かったところできたところそこを自己満足で「わーいできた」ってねもう一回やっても意味ないんでね、えー、そこはもうできなかったところ間違ったところを中心に復習するとできたらまあこれはもうね、えー、人によっても違うかなという気がするんですけれども、えー、間違ったところっていうね間違ったところあるいは分からないところ。 これは付箋やルーズリーフこれにちゃんと書き留めるという練習をちょっとしてみてください。間違ったところとかわからないところねこれどういうことか例えばですけれども。 民法の錯誤のところの。ところで間違えたと。いうことであれば。テキストの。錯誤の箇所。あります。そこに付箋を貼るんです。ないしはルーズリーフで挟み込むのも結構です。まあねテープでね、テープのりでくっつけると、それでも結構ですけれども。錯誤のところで間違えたということであれば、そのテキストの錯誤の箇所に。 一応付箋を貼るなりなんなりします。で、そこの付箋に書き込むんです。はい。例えば論基礎一回目の第二問で出たこれで間違えたとかね、こういうのちゃんと残しておくんです。論基礎一の二。で、これが何に役立つかというと、後で復習してあここ間違えたんだなというのが分かれば、もう一度その問題解いて。 2回目解けたときにはこの弱点間違えたところが間違えなければ克服できたということになりますけれどもこれ書いてないとあ,あれまあなんか間違えた記憶があるけどどこで間違えたっけなみたいなねそんな感じになるんですねそうすると弱点の克服するきっかけを失ってしまうね、えー、弱点の克服の素材を失ってしまうということになるんですねせっかくその間違えたとかわからないこれ本番じゃなくてよかったと思ってください今の段階で間違えたとかわからない見つかってよかったなと。 でその間違えたわからないというのを克服するきっかけは問題を解いたときに見つかったはずなんでその発見したきっかけの問題というのをちゃんとここに記しておくとそうすることによってさあこの問題弱点から解消できたかなこれを調べるときにこの問題をもう一度見ることによってあ今は解けたわと2回目は完璧にいけたこれやったらその箇所は弱点から外れたと。 ということで、そういったところはもうチェック入れるんですね。弱点克服できたと思ったら、例えばこれをもうバッテンしておくとかね、えー、付箋外すとか、そういう形でやっていくと。まあ、付箋外すと2回目間違った時に怖いなという方は、それを例えばね、えー、丸1個つけるとかね、えー、2回目は1個、もう溶けたとかで丸しとくとかね、そういうマークでもいいかなとは思うんですけれども、そういったまあね、えー、その間違えたシール、間違えたかわか,からないとかね、えー、そういう記録を残すというところをね、できたらまあやってみてもらうといいんじゃないかなとは思います。はい。 ということで、まあ一応2ページ目のお話は以上でおしまいでしてね、間違えたところそこを中心にね、えー、ちょっと復習するというふうな意識づけを持っておいてください。はい。あとはまあ私のクラスの特徴で、まあこの辺手前味噌になるんで、も、まあ、サクッと飛ばしますけどもね、えー、私のクラスまあ5色のマーカーで、えー、色塗りするみたいにね、悪く言われることがありますけれども、まあ色塗りってね、そう言われたらそうかもしれませんけれども、後で見て可視化、わかりやすくするっちゅうね、後から見てここがどういう意味のところかっていうのがね、わかりやすくなるという意味で、えー、マーカーできたら5色ね、えー、用意いただいて、えー、そのテキストにまあ一応メリット りねえー、つけてて、えー、マー,カーもららえたらなという,ふうに思っておりますあと、ランク付けとかもしますんでね、復習するとき、C ランク、D ランク、後回しとかね、えー、そういう形でちゃんとね、大事なところを優先にやろう。で、論文でやるのが B ランク以上ですんでね、えー、B ランク以上を中心に復習しようとかね、そういうのをちゃんとやっておいてください、まああの。テキストにメモを入れるという感じにしてもらえたらいいかなと思っております。 はい。学習時期もいろいろ言います。民法なんか幅が、範囲が広いんでね。えー、民法の範囲広いところを1年目で全部やるかと僕はやらない方がいいと思ってます。ね。えー、2年目以降でやるべきところと1年目でやるべきところをね、ちゃんと春別する。これも入門講義の中で言っていきます。で、私のクラスはね、2年目講座もパックになってる方多いかなと思うんですけれども、2年目講座でね、論文、えー、インプット講座。えー、今はね、合格答案作成講座って言ってますけれども、合格答案作成講座の中で、えー、さらにまた触れるっていうね、そういう機会がある のででで年年目目飛ばせたとところは2年目でやるとかね、えー、そういう感じでちょっとねメリハリつけてもらえたらいいかなと。で択、えー、一でしか出ないところはもう択一でしか出ないわけで択、えー、一の勉強の時に見るというね、えー、そういう感じでちゃんと1年目は大事なところ 論文で出るところを中心にしっかりやるっていうね、えー、そういう意識づけをもってやってくださいこれで手を広げてやった人は結構ね自滅するっていうね、えー、そういうことになりかねないので、えー、ここはちゃんと1年目でやるべきところは1年目でやる2年目でやったらいいよっていうところまでね手を広げる必要はないぞということで絞って絞ってね、えー、ちゃんとやるという感じにしてみてくださいはい あとまあ私のクラス括弧の3、全、えー、科目2年目まで私担当しますんでね、順番も合理的な内容でやりますんで、民,民、小、民、訴民事系まずやって、ね、えー、刑法、刑相とやってってね、えー、そんな感じで、えー、とりあえず系統別でやっていきます。1.5年コースはライブクラスが刑事系から始まるっちゅうね、えー、そういう感じでやっていただくこうとになりますけれども、まああの、1.5年コースの方もね、えー、早くもう民事系から入るというね、えー、そういう形でやっていただくも,もちろん結構ではありますが、とりあえずまあ順番が合理的だし、 で、えー、なおかつですね、えー、この、えー、と科目ごとに講師も変わらないし、からインプットをやるね、入門とそれから論文を解講座も私が一貫してやるので、まあ、ブレがないかなっていうね、えー、そういう感じで、まあ、一貫した理解がね、しやすいと思いますんで、そういう意味でも私のクラスのね、えー、論文力を一貫して身につけるっていうね、えー、そういう目的にはね、えー、合致したカリキュラムになってますんでね、そのあたりご安心いただけたらなとは思っております。はい、カッコの4、勉強方法の方針というふうに書いてありますけれども、これが大きく影響します。えー、1年目で、 理想はインプット中心で8割方抑えたという状態には持ってきてほしいねそのためには勉強時間としてインプット8アウトプット2とかねそれぐらいの配分でやってほしいなというふうには思っておりますねここ1年目はインプット中心で結構です初めてやることのインプットですのでそんなにね時間を節約して終わりというわけになかなかいかないんでね時間かかりますなので1年目はインプット8アウトプット2これでやってみてくださいこれが2年目で 8ぐらいまでインプット終わってる方は、2年目以降の勉強時間、インプット二、アウトプット8とかね、それぐらいの配分に変わってきますんでね、これは1年目でどれだけ高いところまで持っていけたかで、2年目以降の勉強時間の配分変わると、こう思ってください。そういう意味で、理想は1年目インプット中心、2年目はアウトプット中心というね、そういうふうな勉強の一応カリクラムね、それが作れるように、 1>, 1年目の復習をしっかり頑張ってくださいねっていうね、それがじゃあ私からのメッセージと思ってください。はい。じゃあ1.5年コースで行くためにどうするかっていうのを次のお話でやっていきたいと思いますが、次のページの下ですね、ちょっと4番になっちゃってますけれども、はい。即週クラスで、えー、追いつく いうためには、まあ、どんな方法があるか結構ねこれあの刑法から入った方でもね、えー、翌年の春の、えー、講座の段階で追いついてるでね結構いますんでね、えー、それはもうね安心して追いついてもらったらいいかなと思うんですがはい、えー、4番「えー、即習クラスでの学習方法」ということで、まあ、数か月のビハインドがね、えー、春始めた方から比べるとあるぞとこれはもうね現実問題としてはね、えー、認めざるを得ないところはあるんですけれども分量的には1.5倍のスピードで追いつくというね 計算,上ですね、計算上ですけれども、まあ、1.5倍ぐらいの学習量というかね1.5倍ぐらいのスピードでいけば追いつくっていうねそんな感じになるのかなというふうに思っております。でどういうことかっちいうとラライブクラスは週2コマですなので週3コマにしていくと翌年春までには追いつくとこういう計算になります。説明を変え考え方をちょっと変,える変えるとライブクラスの週にはコンスタントに出つつ。 終わったやつは週1で追いついていくと。こういう感じの計算ですね。だから例えば、商法から入るでも結構ですけどね、商法からライブで入っていく。で、その間ね、ライブクラスで週2コマ入っていきますけれども、その間に、週2コマやるだけじゃなくて、例えば、民法1回目をちゃんと入れるとかね、そういう感じですね。ライブクラスをやる中に、まあ、 ちょっとこれ、ね、すぐに来週からやるみたいなそんな感じでちょっと考えるとあれですけれども例えばまあライブクラスに民法23、4があると、ねえー、この間に終わったやつの例えば民法1入れるとかねで、えー、商法1に聞いたときにさらに民法2回目これを聞いて入れていくで、これで民法3入れていくとこうすると22週で追いつく計算ですねいいですかね、えー、終わったやつをどんどんと一、ねえー、回週1でもいいので 終わったやつをどんどんと消化していくと、こうやるとかなりね、えー、早い段階で追いつける計算にはなるのかなと。で、えー、もちろん復習もしながら中ね、えー、そういう感じになるんですけれども、まあそこは週に二、えー、週に四回っていうのをちょっと諦めてね、二週で三回とかにするとおそらくですけれどもね、えー、かなり追いついていけるのかなという感じがします。まあちょっと週に二三十時間のね勉強時間を確保いただくという感じになるのかなとは思うんですけれども、まあそれがもしねいけそうだという方はぜひともね、えー、これちょっとチャレンジしてもらうと早く追いついて早くまあ合格ラインにも近 かけるかなというね、そういう感じになるかなと思います。またそこのあたりね、あの、カリキュラム等にね、えー、ちょっとこう、えー、不安とかね、えー、どうだろうとか疑問のある方はね、また個別に聞いていただけたらなというふうには思っております。はい。えー、で、とにかくもうね、無駄なことをしないというのが大事になってきまして、予習とかもしないでくださいね。えー、予習とかね、もう全く無意味になると思いますんで、特に入門講座は予習なしというね、えー、そういう形でぜひね、やってもらえたらなというふうに思っております。まあ、一応最低の週,、えー、2, 2, 週2回分の復習はね、これもぜひたらやってほしいです けれどもまあ2週で4回はちょっと難しいと思います、ね、2週で3回ですね、えー、これをまずはね目標にしてやってもらえたらなというふうに思っておりますプラス、即習クラスの方なおさら意識してほしいのは括弧さん隙間時間これ意外に絞り出すといっぱい出てきます。例えばどこに電車の行き帰りとかね 電車の行き帰りにテキストを読むのはちょっと嫌だなという方はテキストをちょっと分解してファイルにするとかね、えー、そういうのも一つの方法です。えー、この、えー、とレクのテキストですけれどもセブンサミットテキスト中を、ねえー、使っておりまして教室の後ろにも置いてますけれども、まあ、こんな感じのちょっと冊子でねこれ電車の中で広げる勇気は多分ないかもしれませんけれどもこれ分解できるようになっておりましてね、えー、この例えばこう、ね、真ん中のあたりいいいとこう、ね、思いっきり押,押すとこれピリピリピリっと、ねえー、剥がれてきたりするとそんな感じでこれ分解して26六ツのファイルにしちゃうんですね。 でそうすると電車の中で見てても別に不自然な感じはないっていうね、えー、そういう感じになると思いますねこれさすがに開くのはね若干ちょっとこう気が引けるなっていうねそういう方でもあの26ケに分解するこれね意外にやってる方いらっしゃいますね私自身も26ケファイルでやる方が好きでね、えー、何がいいかっていうとそのテキストに挟み込みがしやすいのね、えー、分かんないところとかさっきのね、えー、こういった、えー、間違った分からないところをね挟み込むという時もこれルーズリーフにしとけば そこのページに挟んどけばいいからね、えー。そういう意味で、あの、貼るっていう手間もないしね。貼るとしたら、剥がすとか、剥がれ落ちるという心配がありますけども、挟み込んで一緒に閉じてしまうってね、えー。こうしてしおけば、まあ、一元化っていうね、えー、そういった目的は達せられるしね。外したければ自分で意識的に外せばいいと。ね。えー、そういう感じになるので、まあ、非常にこう、使い勝手が良くなるかなという意味で、えー、できる限りですけどもね、えー、まあ、26ケにばらしてしまうみたいなね。そうすると、生き剤の時間使えるっていうね。 あるいは、ロップを見るというの一つの方法ね。えー、ロップをね、わざわざ開くのは大変だと思えば、スマホでロップを見るというね、これ一つの方法ですね。えー、ロ、スマホを見てるふり、ね、えー、見てる振りっておかしいね。スマホを見ながらですね、ロップを見るていうね、それもまあ一応できますのでね、えー、そういったまあ、あの、行き帰りの時間を使ったりというのは非常に有意義なね、勉強の時間かなと思います。まあなかなかね、えー、座れないという方でもスマホにね、えー、まあ一応ロップを開くと多分できるね、話だと思います。それやってみるのはありだと思いますし、あるいは行き帰りに、 音した内容をもう一回聞き直すといね、えー、とりあえず私のこ講座ね、えーそのえーとえー、ネットとかでもね、えー、とりあえずまあ受講できる環境は多分できてくるとは思うんですけれども、えー、そういったところでね音声だけ落としてねで、その音声だけも聞いてみるとかね、そういうのも全然ね、えー、ありなのかなと思います。で、一回聞いたらね、僕のこの早口でも2倍速でも聞き取れるぐらいのね、そういう風になってるかなと思いますけれども、まあ,あのそういった一般 一回ね、音源落としていただいてね。で、それをもう一回聞くとか、それも、まあ、生き返りの時間を使った有効な復習の方法かなというふうに思っております。あと、まあ、僕よくやってたのは、えー、お風呂の時間ですね。間違って六歩落としたら悲惨なことになりますけれども、えー、とりあえずそれは、ね、やらないようにね、えー、やらないか、落とさなければいいだけの話なんで、えー、とりあえずお風呂の時間とか、あるいは布団に入る直前六歩読むね。これ意外によく聞きます。 布団に入る直前ね、眠たくないなという時でもね、条文見ると眠たくなるちゅうで、ね、そういうことも結構あったりするんで、まあそれは、あの、布団に入る直前に、えー、条文見るとか、まあ意外にね、えー、勉強にはなってくるし、まあ直前期になってくると気立つんでね、えー、帰って条文見てるとね、寝れなくなるちゅうで、ねえー、そういうこともまあないわけじゃないですけれども、まあ科目によってはね、眠気を催す科目というのは絶対ありますんで、それをやってみるのも、まあねね、ね、寝にくい時のね、対策としてはあり得るかもしれませんが、まあこういった隙間時間ですね。 もうどこでもあると思いますので、えー、そこをまあ最大限使うという風うにすると、意外に1日に12時間ぐらい練、ね、習できるというね、えー、そういう感じになるのかなという風うには思っております。はい、あとまあ1日でも離れないことが大事かと思いますね。かっこの3気分乗らない時でもながら作業っ書いてますけれども、まああのー、勉強しているとどうしても事務作業をね。いります。どんなのが事務作業としてある方、この六法ばらえ六、ー、法じゃない？テキストを若干ばらしてね。 穴開ける作業とかね、えー、こういうの、なんかこう、勉強強してでやる気ない、疲れててやる気が出ないときとかね、えー、そういうときに、この6歩バラす作業、えー、6分プのテキストバラす作業ね、えー、やって 26S でファイリングするってね、えー、こういうのは一つあるし、あと、この、えっ、ー、と、テキストですけれどもね、やっぱこう、えー、インデックスがついてないんでね、自分でインデックスつけていくとかね、えー、こういう作業もちょっと自分作業としてはね、えー、ちょっと必要になってくるとは思います。それを 気分が乗らない時にやるね。えー、勉強中身頭入らないわ、ちゅう時でも、そういった作業であれば、まあ、頭ね、疲れててもできるという時ができてくると思いますので、そういったものも、まあ、あの、なんちゅうかな、えー、疲れた時とかね、えー、勉強しにくいなという時にそれを代わりにやるというのもね、ありなのかなとは思っております。大事なのはこれね、一日開けないことですね。え一、ー、日触れない日をね、えー、作ってしまうと、もう一回再起動するのに時間がかかるんでね、できる限り毎日触れると。 で触れるのは別に復習という形で触れなくても、こう事務作業で触れるとかね、それでもいいので、とにかくもう毎日なんかこう触れるという形でね、やってもらえたらなというふうに思っております。はい。まあそんな感じの、えー、勉強方法がまあ,あり得るかなと思いますが、ちょっとね、時間の制約があるので、えー、ちょっとこれ以上ね、えー、細かいところを言っていくと、もうね、えー、これだけでも多分ね、2時間喋れるというね、<laughs> そうなってくるんでね、えー、そこはちょっとね、時間の兼ね合いということで、もうこの辺でね、ちょっと打ち止めにはしたいと思います。まあ最後になりますけれども、3番戻りまして、 まあ、試験勉強というのは基本的に人より上に行くためというね、えー、この意識というのは絶対欠かせないんですけれども何をすれば上に行けるかというと意外に地道なお話です。基本をコツコツ基本って何か入門のインプットです入門のインプットをコツコツやるというのが意外にもやっぱりね人より上に行くコツになっちゃってますここね、えー、急がば回れというふうな意識をね持っとってくださいどうしてもそのなんていうかな先に問題といて で問題解いた中で必要なものを抑えるってね、卒業が合理的だっいう勉強方法をね、ネットなんかではね、えー、そういうのをまことしやかに言う人がいるんですけども、それでやると、歯抜けになります。何かっていうとね、えー、過去問に出たところは、それはインプットできるかもしれませんけども、出てないところはどないしませんで、ね、そんなところになってきて、歯抜けになりますんでね、問題がないところのインプットがおろそかになる、それじゃあ、知識としてはやっぱり不十分というね、えー、そうならざるを得ないところが出てきます。やはり基礎から 積み重ねて、積み重ねて、積み重ねてっていうねえ、そちらの方がやっぱり急いでやるにはね、えー、欠かせないのじゃないかなというね、そういう気はしております。で、 言いたいですけどもね、えー、まあ、その、人と同じことをしないっていうね、えー、それは非常に大事ではあるんですけど、人のやることは絶対やらないからね、えー、人がやってること、まあ、人がやってることもね、えー、無駄なことをやってる人いますけどもね、え、論証パターンみたいなのを覚えてとかね、えー、そういうのはまあ、他塾ではよくやってますけどね、あるようなちょっともう無意味かなと思うんですけども、基本的に最低限やるべきことっていうのは条文見て、で、テキストの大事なところを理解して、まあ、一応最初、最後は暗記すると、そこまでまあ、行くんですけれども、そこをまずは、 確実にすすることですねテキストの範囲をこれを逸脱せずにこの範囲でちゃんとインプットを繰り返すとで1回よりも2回2回よりも3回と回数を増やすっていうねそちらの方がやはりね基礎を確立する上で非常に大事ですんでね。 一人より上に行こうと思って、やっぱここの基本に忠実に基本をコツコツというね、えー、人よりパワーを上げようと思えば、腕立たせの回数を一回増やすというのと同じですよね。えー、それ以外の、ね、方法あるからね、何かこうね、筋肉増強剤打てるかってのはないんでね、そういうのはまあ基本的には試験の世界ではないということで、やはりある程度コツコツというのをね、意識してもらえたらなというふうには思っております。はい、ということで、まあいろいろと、えー、言いたいところね、ありますけれども、まあガイダンスということではね、ここまでということで、また個別にご質問 ありましたらね、えー、聞いていただけたらと思いますし Twitter、まあ、なんかでね、えー、直接は言いにくければ Twitter で質問ね、えー、なんかの DM というのがありますんでね、それで聞いてもらうというのも一つの方法かと思いますのでいろいろと、ね、私は最後まで活用してもらえたらなというふうに思っておりますはい、そういうことでまあちょっとね、駆け足になりましたけれども私からのガイダンスはこれにて終わりたいと思いますどうもお疲れ様でした